き抜けの中を登っていくエスカレーター、本当に綺麗な校舎ですね。広島市中区にあります元町高校にやってきました。今こちらではですね、元町高校の器楽部があさっての平和記念式典に向けての練習を始めています。あ、今音が聞こえてきました。早速中に入ってみたいと思います。講堂の中では緊張感のある練習が続いています。こちらはですね、元町高校の器楽部の 1,2 年生の皆さんです。時々演奏を止めて先生の指導を受けながらですね、気になるパートを何度も何度も確認されています。今回 1,2 年生は平和記念式典で初めて演奏します。というのも過去3年コロナ禍ではですね、使う楽器、そして参加する学校、そして参加する人数、さまざまな制限がありました。そんな中で今年は4年ぶりの通常開催となります。あさってのその平和記念式典当日、どんな演奏を生徒たちにしてほしいですか？広島に生きるその子どもとして、高校生として、まずはその責任をしっかり持って、音でしっかりとその歴史ですとか、今後の未来のこととか、そういうことをしっかり思いを馳せながら演奏してもらいたいなと思います。式典での演奏ならではの難しさみたいなところはありますか？演奏を聴きに来ていただくわけではないので、来てくださった方々が、しっかり式に集中できるように、聴いていて違和感のない演奏ができたらいいなと思っています。でもそうですね、そこもすごい大事ですよね。自分の中で当日はどんな気持ちで演奏しようと思ってますか？まだ世界で見たら平和って言えないところが、平和って言えなくて安全に暮らせない人がいるっていう現実があるので、どんな人も平和に暮らせるような世界になったらいいなという思いを込めて吹けたらいいといいなと思っています。